岡コロナ特別警報の発動を受け、北九州市は運営するアドベンチャープールの営業を今日から取りやめています。本来ならば絶好のプール日和の中、テントや用具の片付けが行われました。小倉南区のアドベンチャープールは来場者の数を制限した上で、検温や消毒、連絡先の把握などの感染対策を取り営業を続けてきました。しかし変異株への置き換わりが進み、感染者が急増していることを受け、プールではマスクの着用が困難として、今日から今年度の営業を終了としました。まあ、正直残念ですよね。なぜプール開いてんのっていう声も聞きますし、とりあえず精一杯やることだけはやったんで、悔しさとかそんなないです。北九州市はこのほか市内21カ所のプールを今月末まで閉館としています。